何よあんた、また来たの？ここね、2日前ぐらいに、あの、あるすごく大変な、なんかアクションシーンがあるお仕事があって、それをやったがために体中が痛い、そう、だから階段降りるのも大変だって言ってたから。そうなの、やばいね。足も何もかもが使えない。え、今何歳？やったたつ今何歳？え、やばい、やばい、わかった。何が来る、何が来る、何が来る、わからないと思う。逃げて、逃げて。どうしたんですか？エロコシなんだろう。エロコシじゃないですよ。なあ、いいだろうな。違いますよ、違います。あの、例の夢の話はもうさておいてください。これ後で話そう。はい、ということで、皆さんこんにちは。アニメ系猫役の小松美香子だにゃ。皆さん、お久しぶりです。赤い方の代役で来ました、杉田くんだよ。はじめまして、こんにちは。足長学園高校の生徒会長の日向千穂役の内田真彩です。はい、ということで、なんか、ま、津田さんがですね、舞台の真っ最中でして、いろいろお忙しく、今回はね、あの、二人にゲストに来ていただいたんですけども、お、久しぶりですね。ねえ、絶対にあの、来るラジオ間違ってると思ってた。これは別のね、キングレコードさんのアニメのラジオなのかな。そういう風に言われてたんですか？いや、あの、事務所が最後まで、なんで杉田さんなんですかね、みたいな。首かしげてて。おい、待ってくれよ。俺だってわかんないよ、こんなの。Full Metal Alchemist。Full Metal Alchemist。じゃあ、早速いきますね。はい、ゲームバカ伝説さん、男性の方からいただきました。ありがとうございます。はい、シンガポールで行われた AFA アニメーションフェスティバルエイジアということで、アニメ K のステージで突然特別な K オブレイディオのビデオを披露され、びっくりしました。まさかの抜刀の意味も教えてくれて、そのおかげで別の意味で抜刀はシンガポールのファンたちの中でちょっと流行しましたよ、ということで。別の意味？なんかですね、その、ま、シンガポールで行われた、その、アニメフェスティバルに向けて、一応 KR からもコメントを取ったんですよ。で、その時にこの K の中に出てくる用語の説明というのを津田さんとしまして、主に抜刀の意味っていうのを津田さんが、大きく湾曲して説明したので、まあね、いわゆる下の方の意味で伝わってしまったと思うんですけど、だからそれが、シンガポールの方々的には大丈夫なのかなと思ってたら。いや、さ、あの、猫野郎さん、あの、わかんないからちゃんと説明してくんないか。え、何ですか？津田さんがどういう意味で抜刀のことを説明したの？あのね、いわゆる、普通の意味は、いわゆる、抜刀の本来の意味は、こう、刀を脱ぐということじゃないですか。まあ、あの、青のクランが戦いの前に、これ、やったぞ、やったんぞっていう意味で。やったぞっていうね。本来はそういう意味なんですけど、津田さんが、その意味とは別の、ね、下ネタというような。ちゃんと言いなさい。そうしないと伝わらないでしょ。津田さんだって、津田さんだって知ってるかもしれないけど、今知らないふりしてるかもしれないじゃない。はい。じゃあ、いいんですか？いいんです。あの、多分ね、つくもがお掃除してくれると思うんで、そこに期待して。まあ、いわゆる、ダンスをするという意味でございます。ああ、ギリいける。よかったです。ギリいける。でも最近は女性も抜刀してくれるんです、この KR。はい。あの、最近ですね、その、前々回かな、女子会のラジオのあたりから、女子だけで集まれば下ネタはないと思ってたら、あの、KR のリスナーさんの方がもう感化されてしまってて、女性が主にど下ネタの、ひどいわ。そう、お便りを送ってくださるようになったんです。でもこのね、じゃあ、宇治田真彩さんのビジュアルで抜刀できるなんて言ったら、なんか一部強力な怖そうが大喜びしちゃうんじゃない？嘘マジでって言ったの。え、私も抜刀できるんですかね。そう、でもね、あの、いずれできるようになると思います。ここにいると。あ、楽しみ。はい、だいぶ感化されてくると思うので。実はすごいな。そうなんですよ。実はすげえ能力があります。須田さんのおかげですけどね、主に。何をしてる、お父さん。ええ、